マーキュリー・アトラス9号は、アメリカ合衆国が、マーキュリー計画で打ち上げた最後の有人宇宙船。コールサインは、フェース7。1963年5月15日に、ケープカナベラル空軍基地より打ち上げられた。前回のマーキュリー・アトラス8号の飛行がほぼ完璧な、成功であったため、NASA はこのまま計画を続けて、余計な事故を起こすよりも、次の段階である。 ジェミニ計画に移行しようと考えた。しかし、有人飛行センターの見解は異なっていて、ソ連の数との流中船であるボストークは1日以上の飛行をすでに実現しているのだから、マーキュリー計画でもソ連と同レベルの飛行を実現すべきだと考えた。1962年9月には NASA は、 マクドネルエアクラフト社に、マーキュリー計画の宇宙船が1日以上の飛行に耐えうるように改造することを依頼した。リフトオフオブ MA-91962 年11月に、ゴードン・クーパーがパイロットに、アラン・シェパードがバックアップに選ばれた。マーキュリー・アトラス9号は、 北緯32.5度から南緯32.5度までの世界のほとんどの地域を飛行することになるため28隻の船舶171機の航空機18000人もの技術者によるサポート体制が敷かれた5月14日に予定されていた打ち上げはバミューダ海域のレーダー故障により15日に延期された打ち上げ後9週目の地球軌道飛行中に トラブルの兆候が現れ始めた。宇宙船の重力計が0 0 5ムを指示した。これは宇宙船が減速して、いずれ大気圏に突入することを示すのだが、景気の故障であることが判明した。20周目には高度計が故障し、21周目には2 5 0トのメインインバーターのショートが発生し、自動姿勢制御装置が停電した。21周目に、 保証船に乗って日本の九州付近を航行中であったジョングレンが無線で逆推進操作用の海底版チェックリストの準備を手伝った。当時は通信衛星がなく無線の中継ができなかったため21周目で宇宙船と通信が可能だったのはハワイとザンジバルだけであったが通信状態は良好であった。船内と 宇宙服の二酸化炭素濃度が上昇する問題も発生し、ザンジバル通過中の更新ではクーパーが、問題が雪だるま式に膨れ上がっていると報告しているが、これらの山積する問題の中にあっても、クーパーは終始冷静に対応していた。21週目の最後にクーパーは再び、グレンと更新し、チェックリストの実行完了を報告した。 グレンが逆推進ロケット点火の10秒カウントダウンをし、クーパーは34度のキ種シュ下げ姿勢を取りながら、逆推進ロケットを点火した。15分後、第1回終線から 6km の地点に着水した。数々の問題があったにもかかわらず、その当時では最も正確に予定地点へ着水することができた。マーキュリー・アトラス9号で、 トラブルが頻発したため、マーキュリー計画の飛行をもう一度行うかどうかが検討された。アラン・シェパードによるマーキュリー・アトラス15が1963年10月に打ち上げられ、3日間で地球を48周する予定であったが、NASA はジェミニ計画への移行を決定したため、打ち上げられることはなかった。マーキュリー計画はここに終了することになった。 ジョンソン宇宙センターに展示されているフェース7フェース7はテキサス州ヒューストンのジョンソン宇宙センターに展示されている。ありがとうございます。